特別な法律を議員に作っていただいて、うん、最終的には大統領署名で、はい、今回も引き続き宮下さんに、お話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。御社の基幹事業であるいわゆるその通信事業、はい、で事業セグメントでいうと2つあると思っていて、はい、海外通信事業とフィリピン国内の事業があると思うんですけど、はいはい、これってそれぞれ違うビジネスなんですか？もともとは我々の国際通信事業者として、はい、何かこうフィリピンに事業機会がないかといったところでいろいろ研究してきたんですけど、うんうん、まあ、フィリピンは実は通信は自由化されていなくて、フィリピンの領土に入った場合はフィリピンの通信事業者と組まないとできないっていう外資規制みたいな形ですか、ね、そうですね。ですので、まあ、フィリピンが非常に、まあ、その辺では他の国と比べるとブロードバンドのスピードが遅くて、うん、しかも高いというような、まあ、そんな形に今なってるんですが、はい、フィリピンのマーケットに注目した時にやっぱり通信もやっぱり現地で何かやりたいと思うようになりまして、うん、パートナーとして我々どもが組ませていただいた会社さんが当時は民事再生に入っていて、でその会社さんとこう提携をして、はい、現地のケーブルテレビ会社に国際回線を販売するという事業を始めました。フィリピンでの通信事業のきっかけになってるんですよね、はい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 、ただこの会社さんは実はマニラにしかネットワークを引いていなくて、やっぱマニラ以外にもどんどん行きたいと。そうですよね、はい、行った時にはマニラで通信事業の免許を取らないといけないっていう、まあ、そんな課題にぶち当たったので、うんうんうん、会社を作って、でその会社に対して通信事業をやらせてくださいという特別な法律を議員に作っていただいて、うんうんうん、それが、フィリピンの下院、あと上院、最終的には大統領署名で、はい、まあ、認定されると、うん、やろうとした時には、まあ、結構難しいんじゃないかなと思ってたんですけど、はいはい、フィリピン の状況もだいぶ変わっていて、うん、まあ、フィリピン自体が、まあ、BPO と呼ばれる、はいはい、その海外からのコールセンターなんかをこう一生懸命積極的に誘致をしていた時代にもあって、うん、まあ、その大手の通信事業者だけにまあやらせていて競争がないので、はいはい、よくならないっていうんだったら、こう日本の会社で、はい、こうケーブルテレビの会社とこう実績があるんだったら、まあ、我々どもにもチャンスがあるんじゃないかと、まあ、それも、まあ、1年かかったんですけど認めていただいて、そういう働きかけをしたということですかね。そうですね。で、まあ、現地側で通信事業を、持つことができたということでございます。なるほど、はい、今からこう後発でその領域に参入してこようとしたら結構参入障壁が高かったりとかするんですか？日本の通信のこう自由化を、まあ、30年ぐらいずっと見てきたんですけど、はいはいはい、全国つつうらうらネットワークをこう張っていこうと思えば、うん、やっぱりどん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 儲からないんですね。日本も国内通信員の新電電がこう入ってきた時に、はい、東京名古屋大阪でやってる通信事業者さんというのはどこやっても儲かるんです、はい、まあ、これがまあ一番のドル箱なので、はいはい、フィリピンで、まあ、我々どもの規模で、うん、通信事業者として入っていくのには、まあ、局所的に、はい、その例えば法人が集まってるエリア、まあ、日本でいうと丸の内とか新宿とか、そういったところだけを対象にしていけば投資額もそれほど大きくなくて、あ、なるほど、小さくてできると、はいはいはい、人口が密集しているところの方が、まあ、設備投資が回収しやすいという、そういうことですよね、まあ、ケーブルテレビ局っていうのはもともと個人がお客さんなので、うんうんうん、まあ、法人と個人と分けた場合に、法人は大体こうマニアにどうしても集中してきてるっていう傾向があるんですけど、うん、個人はやっぱりいろんなところに住んでおられるので、はいはいはい、個人のところのバックボーンだけは、いわゆる幹線中継線だけはですね、自分たちで敷設して、で一番近いところにケーブルテレビ会社さんに取りに来てもらうと、田舎に行って田舎からこう一軒一軒こう光ファイバーをラストワンマイルと呼ばれているのをこう引っ張っていくんではなくて、一番近いもの近いところに取りに来ていただいて、あとはケーブルテレビ局に販売していただくと。なるほどなるほど、まあ、そんな事業モデルを考えまして、うんうん、できるだけこう投資がかからないモデルでやっていきたいというふうに思ってます。あとやっぱりネットワークっていうのは最初に引いたものがこう先行利益をこう取りやすいっていうふうに、新しい技術になればなるほどもう一回やっぱ引き直さないといけないですね。あ、まあ
技術が進歩、技術がどんどん進歩してきているので、はい、まあ、その辺ではあの逆にアドバンテージだというふうに思っていて、まあ、局所的に集まっている、うん、そのまあ、商業地域への法人向けのサービスについては、はい、やっぱコストに対してもお客さんは敏感ですので、はい、あの安くて、うん、あとはそのサービスが非常に安定しているものであれば、うん、あの新規の会社でもあの積極的に導入していただけるっていうのは、まあ、ここ数年やって大体分かってきました。次回も引き続き安田社長にお話を伺っていきたいと思います。